おはよう。いや、テルの家最高なんだけど。おはようございます。テルの家やばいわ。超楽しいんだけど。おはよう、みんな。みんな寝たわ。おはようございます。やっぱ成功者の家は違うね。一味違うね。狐で通報された？何の話？何、狐で通報されたって何があったの？マサヤさんの放送でってこと？どういうこと？狐で通報されたって。何の話？何の話だろう？ちょ、わかんないな。主語がないとわかんないね。何が狐で通報されたの？おはようございます。みんなおはよう。いや、テルの家マジで楽しいんだけど。やばいね。いい生活だわ、これ。ああ、知らないかな。知らないかな。結論から言うと。いや、ゲームずっとやってた、朝まで。さっきまで、8時までずっとゲームやってて、久々朝までゲームやったよ。だし、広いからいいよね、やっぱ一軒家。超勝ち組だよ、キッチンは綺麗だしさ、仲間がいっぱいいて。やばいよ、この生活。超羨ましいんだけど。いいなぁ。最高だよね。超羨ましいわ。一軒家ってこんなにいいんだな。顔がダメだからって通報された。いや、知らん、知らん。知らん、俺、まさやさんの放送見たことないの。知らないよ。わかんないよ、全然。いや、稼ぎめちゃめちゃいいよ、出るわ。月100万超えてると、やっぱこういう生活になるんだな、すげえな。勝ち組だよ、勝ち組、出るわ。すげえよな、こんな稼ぐと思ってなかったよ、出るが。わかんねえもんだな。いいよな、叩かれないしさ、放送でアンチコメント流れないしさ、羨ましいよ、本当に。シェア禁止ハウスってどういうこと？どういうこと？シェア禁止ハウスって。なんだろう、シェア禁止ハウスって。別に友達が泊まりに来る分には何も言われないんじゃないの？普通のことだと思うけど。別にシェアしてるわけじゃないでしょ。わかんない、テレのことは。テレの家のことはわかんない。ここ家賃いくらだっけ？結構高いんだよね。とやかく言わないと思うよ、家賃。普通に払ってる分には。大家も。ヘルと俺は一体どこで差がついたんだろうね。謎だわ。全く。全く原因がわかんねえ。どこで差がついたの、こんなに。
とこ住めるっつうか、やっぱなんか勝ち組だよなテルは。やっぱりその金だけじゃないじゃん、手に入れてるものは。仲間とさ、やっぱ支援者も全部手に入れてるからね。いやすげえよ本当に。爪切り開くのかな。いやすごいよね、こんなに成功した生主なかなか珍しいんじゃないの、ここ1年ぐらいで。ぶっ飛んで成功してると思うわ。すげえよな、家電も何もかも全部一流品だもんね。テレビもでかいし。軍曹も100万以上稼いでんの。軍曹もあれか、今年から伸びた生主か。へりくつ言わない、活動的、リスナーに還元、ケチらない。まあすごいよね。いや俺結構本気出してるわ、俺結構本気出してるわ。愚痴を言う、引きこもり、リスナーから搾取、ケチ。カズ軍曹とコラボ配信したっけ俺。カズ軍曹とコラボした、何配信でコラボしたっけな。あ、はい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 。覚えてなかったわ。サメ島さんといたらあれコラボじゃなくない、サメ島さんと軍曹が喧嘩してたからね。俺止めに入るつもりだったんだよ、俺枠回してなかったから。関慎吾さんとカズの時も、カズ軍曹とサメ島さんの時も呪縛殺すぞ言われてたね。うん、殺されるところだったよ。笑えねえだろ、人の不幸は蜜の味か。だってこれ3万円するやつじゃん、これ3万円するやつが放置されてんだよ。3万円するやつですよこれ、美顔器。あ気持ちいい、これ、あこれめっちゃ気持ちいいじゃん、やば。あこれめっちゃ気持ちいい、何これ、あやばこれ、やっぱ3万円するだけあるわ。あこれすげえいいな、あこれこんな気持ちいいんだこれ、あ知らなかったな、これパクろうかな、テレネタテレネタ、あこれパクっていい、これめっちゃ気持ちいいんだけど、飛んだとばっちり。まあまあしょうがないじゃん、やべこれ超気持ちいいんだけど。いや俺も成功してえな。テル今いくつよ、 25?25 でこんだけ稼いだらダメでしょ、才能だよな。テルいいやつだしな、スロ配信ね合ってたよね、カズ軍曹にね。月100万以上だからね、下手したら200万じゃないの。いやすげえわ、どこでこんな差がついたんだろう。働かないっつうかもう仕事でしょ、
なんか、まだ言ってんの、そんなこと。パスローライターとか仕事来るかもね、カズ軍曹は。スロット合ってると思うよ、本人も好きだし。カズ軍曹合ってるっしょ。やべ、これ超気持ちいい。ずっとできる。これやばいな。こんな気持ちよかったんだ、これ。あ、やべ、油ギトギトになっちゃった。ワド汁がすごいんだけど。まあ、いっか。ワド汁が半端なくついてんだけど。テル無理って女いるって言ってもさ、なんつうんだろう。テルが好きな女だらけじゃん。コラボっつうか、俺はカレー作りに来たんだよ、今日。カレー。他の仕事？いや、しないでしょ。だって年収1000万稼ぐって相当勝ち組だよ。ねえ、数いいよね。パルパル寝てるよ。島次郎パルパルマネージャーさん、テル寝てる。寝た寝た。あ、これええな。これ気持ちええわ。こんなに気持ちいいのか。早起きじゃなくて寝てない、寝れないの。え、3000円程度なの？嘘でしょ？いや、これ、東急ハンズで3万円ぐらいで売ってたけど、3000円で売ってんの？眠くないっつうか、なんか、正直言っていいの？正直な話でいいの？羨ましすぎて、寝れない。羨ましすぎて、寝れないよ。え、これ買って、誰か、これ。3000円じゃないの？これめちゃめちゃ気持ちいい。いや、これめっちゃいいんだけど。いや、これいいね。ドンキで売ってんの、これ。ただ、ワド汁が半端なんか油ギットギトになっちゃったんだけど。中年男の油がすごいんだけど。大丈夫かな？怒られないかな？これ気持ちええわ。あ、やばい。ちょっと俺もなんか囲われたいんだけど、俺も女の子にキャーキャー言われて、月収100万超えて、一軒家に住みたい。え、超羨ましいんだけど、正直。正直超羨ましくない？これ以上羨ましいことないんだけど。生まれ変わったらテルチャンピンになりたいわ、俺。神様お願いです。鎖骨も気持ちいいの？これ。マジで。鎖骨もいける系なの？いや、もうテルチャンピンに生まれたよ、俺。鎖骨あんま気持ちよくねえな。あ、これ顔のここやばい。超気持ちいい。性格？まあ、テル性格いいよな。バタフライエフェクト面白いよ、普通に。唯一勝ってんの顔だけだよね、俺テルに。顔だけは勝ってるよな。いや、顔飼ってるでしょ。いや、なんか腹立つ。なんか腹立ってきた。言わなきゃよかった。言わなきゃよかったわ。リアクションが腹立つわ。だんだんこなれてきたっていうか、なんかツッコミすらなくなってきたな、ワドリスナー。あ、ありがとう。かよこちゃん、ありがとう。待ってた。そういうの待ってた。そう、それが欲しかったの。知識では勝つっていうかさ、いくら知識身につけても稼いでるやつには勝てねえだろ。いや、ちょっと恥ずかしかったね。突っ込んでくれなかったの。そう突っ込みを待ってたのに。
ふふって言われちゃったから、そうだねとか。マドリスナーがもう俺のボケにね、なんか付き合ってくれなくなってきた、ね。気持ちいい、これこれ3000円かよ、やべえなこれ。赤から、いや結構前から金髪とハーフだよ、うん、はい、ワード2なんかな。だって花火めちゃめちゃ可愛いんだけど、花火、あ、まあ人徳はすごいあるね。うん、配信内容は俺どうなの？配信内容はどうなんだろうね。人徳はすげえわかる。テルめちゃめちゃいいやつだから。人徳はすげえわかる。ただ配信内容、うん、配信内容はどうなの？テルくんの配信内容。内容は別に負けてないんじゃないの？負けてんの？勝てるところなくね、もう。捨て頃でも負けたし。はい、ワード2。勝てるところあんの？俺。閲覧でもフォロワーでも負けてるし。いい花火車がついただけ。でも最近和道リスナーなんかね、花火師さんすげえいっぱいいるからな。案外でも結構伸びてんだよね、俺も。ここ1月はダメだったけど、2月3月すげえ良かったから、ワンチャンあんじゃないの？ない？俺フォロワーめちゃめちゃ大事にしてるでしょ。未来はないの？うん。三木荘はエヴァンゲリオンを熱く語ってもついていけない。あ、エヴァンゲリオン語れないんだったら俺は稼がなくていいわ、うん。貧乏なままエヴァンゲリオンを語るわ。俺のエヴァ愛それくらい強いから、うん。月いくら稼いでますか？聞かないで。この家で話すことじゃないから。かよこちゃん察して、全力で。金持ってるように見える？だって羨ましいんだもん。俺も稼ぎたいでしょ。だってさ、30分でさ、花火30発上がってんの見て引いちゃったもん、俺。30分で花火上がりまくってんだもん。いや、俺の料理は俺の方がうまいと思う。いやー、来てはいけない世界に来てしまったな、俺。これ本当に3000円で売ってんの？超気持ちいい、これ。そりゃイケメンになるわな。配信は大好きだよ、俺は。配信やりがいあるよ。まあ、ハマらない人はハマんないだろうけど、俺は好きだね。出会ってよかったよ。カレーね、パルも、シマジローも、マネージャー、テルだけ食べなかったんだけど、みんなおかわりしまくってた。正直。うまいうまいっつって、パルも、シュマも食べてくれた。すげえ嬉しかった。まあ、生まれてきてよかったね、正直。いや、死にてえなと思ったこともいっぱいあるけど。え、よかったね。まあ、今は。なんだかんだ。テレジャンピン、飯腹減ってなかったんじゃないかな。テレもう寝た。明日食うんじゃないの？わかんない。了解さん、わからんな。好きなのうちだよ。何打てば勝てる。ねえ、勝つか分かるんだったら自分で打つよ。雰囲気かっこいいよね、テルね。テルがこんな伸びると思わなかったな。
ってる、パチンコとかたまに打ってたよ。なんかそんなにドハマ、もうだってね、あんだけ稼いでたらパチンコもやる気もなくなるでしょ。だって1日10万で平均で稼ぐんだよ。うん、いや今日の夜テレの企画ワドツ、いや4時間配信で作り終わったね。結局ふわっちイコールテルになってないでしょ別に。それはテルリスナーがそう思ってるだけで、別にふわっちイコールテルではないと思うよ正直。悔しいっつうかもう単純にね羨ましいね。もうえ病院なの金魚鉢さん。はいはい、行ってらっしゃい。家何個、部屋何個あんだろう、すげえ広いよ。今日カラオケ、これ気持ちいいわ。上で3部屋下で、いやーすごいねこれね。ザ成功だよね、ザ成功。一人暮らし、一人暮らし、まあ花火がいるけど、これ何のメーカーと、いやメーカー名書いてないですね。メーカー名書いてない。めちゃめちゃ気持ちいいわ。かよこさんは何、テルのリスナーなの？わざわざ見に来てくれた。まあコメント見てる限りはテルリスナーだよな。 TCP だよね。テレビゲーム超面白かったよ。これいいね。ねえ、たまり場いいよね。いいわ。PS4 面白かったよ。テルリスナーじゃないんだ。でもテルメインじゃないの？かやこちゃんどこメインなの？確かに TCP ってついてない。月1000万じゃ効かないんじゃないの？今年3000万ぐらいいくんじゃないの。俺さっきテルにねさりげなく聞かれちゃった。ワドって月100万超えたんって。聞いていいことと聞いていけないことがあると思うんだ俺。ワドは100万超えたんって言われたわ。はいはい、また来てね。ふふじゃねえ。いやいや、人のね、花火師さん撮ろうとか、そういう発想はやだ。うん、楽しい人に花火投げるのは大事だね。それが、それはいいことだね。最高。頑張りがいがあるよね生主は。でも笑えないでしょ。俺政治あんま好きじゃないね。宗教はあの何だろう、特定の宗教が好きとかじゃなくて哲学的な要素が好き。宗教はなんか面白い。
なんかこう考える、同じ人間がこんなこと考えたんだと思うとすごいワクワクするんだよね。どうなんだろうね。全然そういう話しないな、テルとは。テルも聞いてこないしね。うん。結構他の配信者とかはね、花火師誰々がどうとか言うんだけど、テルは一切言わないね。出会ったからそういう話したことないな。うん。あ、お店やってるんだ。へえ。100発とか持ってる、知らない。持ってんじゃないの？テルさっぱりしてるよ、すげえ。テルが俺に嘘ついたこと一回もないね。今まで付き合いもうどれくらい経つだろう。テルが俺に嘘ついたこと一回もないわ。何でも正直に話すね。暖かくなってきたよね。気持ちいいよね。そうだね。春が気持ちいいよね。すげえ気持ちいい。俺漫才とかラジオとか人よりもめちゃめちゃ聞くよ。めちゃくちゃ聞くよ俺。何言ってんの？夏、俺も嫌いだわ。テルは将来どうなるのか楽しみだよね。どうなるんだろう、今後。25歳でこんな成功して、荒野とか22とかであんだけ成功してさ、荒野とかテルとかすごいよね。今後どんな人生になるんだろう。勝ち続けるのかな、このまま。のところアンチいなくない？別に。テルのアンチって聞いたことないけど、いるのかな？聞いたことないな。行動力、まあ人間に大事なんじゃないの？配信者に限らず。行動力、なんか行動力のある人間やっぱ成功するよね。おじさんアンチ、いるか？俺、テルの悪口、うちでコメントで流れたこと一回もないけどな。俺、始めた序盤半年ぐらいからずっといるよ。あ、いないよね、テルの放送。あ、俺半年ぐらいからずっと、ていうかむしろ減ってるぐらいだよ。全盛期の10分の1ぐらいしかいないよ、今。俺がだって、あれだもん、枠に移ったら、死ねしか流れなかったもん。あ、はっきり言って、全盛期ニコ生やってた頃なんか、ツバニャンなんて可愛いもんだよ。あんなもんじゃなかったよ、本当に。うん。いや、今のアンチが別にアンチだと思わないもん、俺。過呼吸で救急車運ばれたこと、コメントが効きすぎて、本当に倒れたこと2回ぐらいあるからね。外配信でコメントが効きすぎて泡吹いて倒れたやつ見たことないだろ。あの人アンチ出たらすぐブロックするからつまんない。テル？でもまあここまで囲い増えたら成功なんじゃないのかな。
確かにね、言われてみたら今気づいたんだけど、アンチコメントはひどいこといっぱい書かれたけど、なんかね、嫌がらせをされたこと一回もないんだよね。そう。すごいね、それはね、俺の中で、アンチは敵じゃねえんだっていうのが、最近っていうか去年あたりからわかるようになったかな。あれって、コメントではひどいこと書かれるし、掲示板とかでひどいこと書かれるけど、なんかみんな、なんかよくしてくれるんだよね。うん、まあ閲覧とコメント走るからね、うん、なるほど、テルはブロックしてんのか。まあアンチはスパイスだよね、本当に。多すぎると死んじゃうっていうか、多すぎると辛すぎて食べれないけど、少しぐらいないとやっぱ寂しいよね。この人を押し上げて、そうだね、可愛がられる欲だよね。この人を一番にしたいとか、この配信者を育てたいっていうね。それあるよね。ゴールデンウィーク何しようかな。あれすごいよね。まあ、金梅さんは金梅さんのスーパースターだからな。一緒に歩いてて女の人がキャーって叫んだの見たかんね。キャー、金梅さんって。芸能人より、東京で悲鳴上がるってなかなかないかんね。どうかありがとう。一郎さんおはよう。アイテムありがとう。金梅さんすごいよね。さあ、なんかさ、テルはさ、もう月収8万円で家がなかった頃を知ってるからさ、本当にここ1年2年ぐらいで大成功したわけじゃん。これなんか美顔器が落ちてて、これめっちゃ気持ちいい。美顔器っていうの、これ。これ美顔器で合ってるのかな？めちゃくちゃ気持ちいいんだよね。ミクさんいらっしゃい。よっさん人気あるでしょ。ああ、まあまあまあ、金梅さんは聞いたことあるでしょ。すごいよね。顎がめちゃめちゃ気持ちいい。血流が半端じゃない。最近ダメなんだ、よっさん。これいいね。これ3000円なの、本当に。これ3万円ぐらいすると思ったけど。これいいよ。ねえ、欲しいよね。いくらすんだろう。アマゾンとかでも売ってんのかな。よっさんがね、俺のことあんま好きじゃないんだよね。俺、よっさんの当時最愛の低燃費って女の子と、うん、ディープキスしちゃったんだよね。うん。そう、よっさん多分俺のこと嫌いなんだよ。俺のせいで別れちゃったかんね。それは嫌われるわな、うん、これパチモノなんだ。本物と偽物があるんだ。いや、これ偽パチモンでも気持ちいいよ。 TJ さん買ってきたやつなんだ。3万ぐらいすんじゃないのこれ。美顔器はリファか本物ドンキでよ。あ、そうなんだ。いや、全然偽物でも全然気持ちいいよこれ。ありがとうユアさん。これもずっとこれやってられるわ。リファっていうのが本物なんだ。これいいわ。これはいいわ。まあまあ、俺も嫌いじゃないけどね。っていうか、俺は、俺のこと大好きだね。生活保護の話、しげさん。あれ月1回ぐらいかな。この前第3回撮り終わったよ。今度はね、4月だね。まあ、うん、これ全身使えるんだ。これはいいよ。あーら、気持ちいい、これ。気持ちいい、これ。これ、チン、あ、やめよう。うん。ごめん、ごめん。そうね、テレのリスナーが引くところだった。
家帰ってこの話はするわ。コミュ能力どうなんだろうね。あ、でも人見知りとかしないかもしれないね。あ、答え出してくれてありがとう。あ、気持ちいいこれ。あ、気持ちいい。あ、ごめんなさい、かやこさん気にしないでください。いや、これまた流行らせちゃうのか。ドン・キホーテから消えるな、この商品。ワード通販が始まったよ。これもう痒いもん。顎周りがすっきりする。痒い、血行良くなって。これ小顔になるね、小顔に。これはいいわ。こんなのなんで3万もすんだよと思ってたけど、これ買うわ。これは、これなんか最近流行ったよね、ここ5年ぐらいで。こんなにいいものだったのか。これ流行るわ。マッサージ機大好きだよ俺。マッサージ機大好き。あ、そうだね。そういうとこあるよね。いや、配信は奥が深いな。配信は奥が深いな。足にゴリゴリ。青竹踏みは昔からあるんじゃなかったっけ。TJ さんやっぱ知ってるね。TJ さんは。あー、気持ちいいこれ。もうワド汁が半端なくついてる。ギットギトになってる感じね、これ。食べた食べた、めちゃめちゃうまかったし、パルもシュマもバクバク食ってくれて。てか今寝たばっかりだ。8時頃みんな寝たから。俺だけ寝れなくてさ。いや、なんかね、もうギットギトになってるね。ワド汁が。ワド汁が半端じゃなく出てる。ワド汁が。いやー、うまかったよ。正直ね、値段で言うと、俺も食べたんだけどさっき、値段で言うとね、780円だったね。120点の味だったんだけど、まあリアルな数字言うと780円かな。ゆうこさんいらっしゃい。780円は取れるね。正直。正直ね。カレー、いや、タイムシフトで昨日4時間かけて作ったから、最高にうまいよ。いや、780円いける。ありがとうございます。花火ありがとう。ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。花火ありがとう。いや、カレーね、めちゃめちゃ好評で。あ、パフェありがとう、ことさん。いや、カレーね、マジでね、だってもう鍋半分しかないよ。もうパルが2杯食べて、シュマジローさん2杯食べて、マネージャーさん1杯か2杯食べてた。で、俺が1杯食ったか、もう半分しかないよ。うめえうめえ、つって。ありがとうございます、アイテム。いや、結構うまかったよ。うまかった。いや、テレの分あるあるある。でっかい鍋で作ったから。ありがとう、しげさん。あ、全然、うまいよ。俺、料理うまいから。ちょっと2400円は盛りすぎだけど。780円でリピーター作る自信はあるかな。ハヤシライス俺食えねえんだよな。ハヤシライス好きなんだ。珍しいね。
気持ちいい。カツさんいらっしゃい。生活保護の配信でフォローしました。普段はこういう感じの配信なんですね。僕もセーフティーネットのことは考えることが、ちょっと待って、コメント早いな。シャアあんま好きじゃないね。考えること、社会の議題は必ず拝見したいと思う。普段僕ダラダラ配信ですよ。ただ僕ホームレスだったんですよ。あと生活保護だったんですよ。だからなんか生活保護の人とか、なんか社会的弱者に貢献したいなって思いがどっかにあんのね。なんか少しでも日本がね、困ってる人いなくなればいいなと思って。あー、人が作ったの食べない派かもしんないね。デイリー19位だったかな、わかんない。あー、810円か、いいかもね。810円。食できるから。ゆうりさんいらっしゃい。筋トレとか格闘技とかね、毎日やんないとね。スポーツとか継続だよね。継続。またまた来てください、ぜひぜひ。カツさんありがとね。まあまあ人間はね、そういうもんでしょう。俺もテル見習わないとな。テル見習おう、ちょっと。なんだろうね、わかんない。まあまあ食いたくなきゃ食わなくていいんじゃない。食いたい人が食えばいいじゃん。筑前煮とかはもうすぐパパッとできるよ。あんなもんめんつゆで煮ちまえばいいんだ。めんつゆで煮たら大抵のものがうまくなるから。そうだろう。めんつゆで煮てまずいもんなんかねえんだよ。なんか具材が余ってんのめんつゆで煮りゃいいんだよ。ハンバーグ俺大嫌い。ハンバーグ作ったことない。俺ハンバーグ食材の素材が手を加えてまずくなるっていうのを許せねえんだよ。で、肉ってステーキで食った方がうまいじゃん。なんでひき肉にすんのかわかんない。ハンバーグがうまいと思ったこと、ね、人生で一回もないし、洋食屋さんとかでハンバーグ頼んだことないね。他のもん食うね。そう、ハンバーグだけは許せないんだよね。メンチカツはまあ悪くないけど、そんなに好きじゃないかもしれない。ハンバーグってうまいか。ハンバーグ子供、サイコロステーキはあれまずいよ。あれはサイコロステーキうまいって言ってるけど、あれ牛脂とくず肉を混ぜたやつだから、あれあんま美味しくない。
テルと俺の差は一体何なんだろうな。俺もテルから学んで成功したいな。テルが持ってて俺が持ってないものをちゃんと考えないとな。待ってるわ妖怪さん。うん。飼ってくれ俺のために。俺のためにも飼ってくれ。爆投げはしなくていいよ別に。爆投げはいいや。お裾分けぐらいでいいよ。お裾分けぐらい。そうだね。勝ちたいよね、やっぱ生まれてきたからにはね。マロングラッセ。100万稼いだら人生変わるかな。どうなんだろう。稼ぎてえな。配信で100万稼ぎてえな。100万稼いだら人生変わるかな。俺100万稼いでないよ。カズさん一回も稼いだことないよ。おはようございます。月ゼロだったことがあるよ。全然最初の3年間なんか数万円だよ。100万を1年毎月稼げたら、あ、今のテル状態か。まあ月100万稼いだらテルと同じ世界見えんじゃないの。少し似てるような世界見えるかもね。昨日30万振り込んだの見せてくださいましたか。え？何？昨日30万振り込んだの見てくださいましたか。え？どういうこと？昨日30万振り込んだの見てくださいました？何の話？月商ね。売上ベースでは80万。まあ去年のね、ちょうど沖縄行く前ぐらいかな。100万は行ってないな。でもやっぱ好きなことで100っていうのは1個の目標だよな。今月は先月超えてない。先月は良かったぞ。先月は結構稼いだぞ。いや羨ましいもん羨ましい。正直なんかテルはフワッチの中で結構最も成功したやつの一人だと思ってるから、なんか自由にやって愛リスナーに愛されて、でなんつんだろう、金も地位も名声も全部手に入れたっつうか、
なんかいい感じに稼いでるよね。結構羨ましいわ、そうで。しかもなんか自由な感じが良くない？自由な感じ。ああ嬉しいな、ポーラさん。そんなこと言ってくれるの、ありがとう。嬉しいわ。俺はね、テルのね、4分の1ぐらい。捨て頃まで一緒ぐらいだったのに。捨て頃負けたからなのかな。絶対次かと。なんか捨て頃の時はトントンぐらいだったから、捨て頃からやっぱ勢い乗ったんだよ。俺捨て頃からダメになったんだよね。やっぱ勝たない男はダメだよな。あ、ごめんね、低所得者の皆さん。これね、2万8000円のジーパン、3本持ってる。どう思う？ 2 万8000円のジーパン。俺ね、リーバイスのヴィンテージ履けるようになったの。いいでしょ？羨ましい。ユニクロのジーパン、穴だらけだったんだけど、2万8000円のジーパン3本。ドルさん最近電話かかってこないね。ドルさん何やってんだろう。やめたんだろうね。うん、501だな。15,000。501だな。501。26,000のジーンズ。ディーゼルかな。俺リーバイス好きなんだよね。リーバイスが。今ね、アメリカのリーバイス、アメリカの生産のリーバイス復刻で出してるからリーバイス買いだよ。今アメリカの工場全部閉鎖しちゃったんだけど。記念で復刻してるからリーバイスのアメリカモデル買いですよ。格闘技はやめてないんじゃないの？何十年も続けてんの。てかドレさん連絡取ってねえからわかんねえな。てかなんだかんだ言ってドレさんも100万以上稼いでんだもんな。すげえな。おはよう、ボルゾイさん。負けらんねえな。彼女と？ドレさん配信だけだよ、収入。はいはい、行ってらっしゃいよ、お母さん。頑張ってね。はいはい、行ってらっしゃい。10万ぐらい買ったら花火一発ちょうだい。いや、ドレさん、いや、最近調子悪くなったんだけど100以上稼いでたよ。いや、10万ぐらい買ったら花火一発でいいよ。おはよう、猫助さん。おはよう。好きなことやるのはいいよね。美容師はね、中野坂上だね。俺は新宿じゃなくて中野坂上。和道さんじゃなくていいよ、和道でいいよ。なんかリスナーさんとはフランクにやっていきたいから。まあそれでもさん付けしたい人はさん付けしていいけど、性欲あるよ。いや別になんか俺から連絡しないんだよね。俺誰とも俺から連絡することってあんまなくて、
どれさんから電話かかってくるの？いつも。だから最近かかってこないね。え、それ誰の話で剣断面？和道花火飛んでるねってコメントしたらそれが一番効く？ドレさんの話？ああ、ドレさんは俺のことライバル視っていうか、するかもね。俺はあんまね、ライバル視とかあんましない方なんだけど。あ、ドレさんね。いや、それはドレさんブーメランだよ。俺のことさ、内職よりも儲かんねえ、内職配信つって笑ったりさ、花火以外のアイテムは和道のところで投げろって言ってたんだよ。俺が調子悪い時。それは冗談でもさ、気分悪いよ。俺は別に気分悪いなと思ってて本人に気分悪いって言ったけど。それがさ、自分で稼げなくなって俺のところで花火飛ぶようになったらさ、それはブーメランでしょ。あざ笑ってた人間が稼ぐようになったんだもん。ちなみにドリさんのこと嫌いじゃないかんね。それはダメでしょっていう話ね。話はあの人全く聞かない。そうそうそう、風船メガホンなんて投げんなって、ワドのところに投げろって揶揄してた。あ、それはブーメランでしょ。そういう風船投げてくれる人とか大事にしなかったっていうことはさ、やっぱ投げる気なくすじゃん。俺風船でもバーガーでもハートでもパフェでも何でも嬉しいもん。だって、ね、みんなが一生懸命命がけで稼いだ金を俺に投げてくれてんだよ。嬉しくない？世の中には貧乏な人だっているけどさ、少しでも和道のためにっていうのは嬉しいじゃん。俺はそこをバカにする気はないね。ダメでしょ。一生懸命働いてるお金をさ。あ、ありがとう。白竹陽さん、バーガーありがとう。あざーす。あ、それ言っていい冗談と言っちゃダメな冗談ってあるから。俺は言っちゃダメな冗談だと思うよ。やっぱりそういう、俺のことをさ、揶揄して冗談言ってるのわかるけど、投げてる人が気分悪いじゃん。それはダメでしょ。好意は好意で返さないとさ。好意を悪意で返すと取り返しつかないでしょ。リコさんバカありがとう。そうそうそう。なんか、リスナーさん、俺のことバカにするのは構わないんだけど、俺が許せないのは、なんつうの、好意で投げてるっていうかさ、リスナーさんは悪意で投げてないからさ。それはやっぱ、バカにしたらダメだよ。だって人様から食わせてもらってる身分なんだもん。俺らなんかリスナーさんいなかったらただの人だかんね。ハートありがとう。リコさんハートありがとう。リコさん2人いんの。そうそうそう、花火以外。あ、ありがとうございます。花火ありがとう。気になってる？それ恋じゃないの、恋。恋じゃない？どう気になってるの？恋じゃない？大丈夫？ありがとうございます、皆さん。アイテム投げないリスナーはゴミだとは思わないけどね。まあ、投げてもらった方が嬉しいよ。俺が言ってるのはね、アイテム投げなくて、フォローもしなくて、文句言う人は見る意味あるの？っていうのは言ってる。俺は見ることも応援だと思うし、フォローすることも応援だし、コメントも応援だと思うけど、もし楽しかったらお気持ち投げてもらえると、やっぱ生活かかってるからさ。ありがとう、桜餅ありがとう。だからさ、なんつうんだろう。無料で見て文句を言うっていう人間は、好感は持てないよね。ありがとう、考え方とか。花火ありがとう。嬉しいです。ありがとうね。あんま無理しないでくださいね、ほんと。配信でしか返せないんで、僕。余裕があるお気持ちだけで大丈夫ですよ。無理はなさらないでね、皆さん。末永く見てもらいたいし、末永くお付き合いしたいんで、無理はせんでください。
返せって言われても返せないからさ。ありがとう。ハートありがとう、猫助さん。うん、いいのいいの。まあ、とんでもなくね、お金持ちだったらね、ありがたく頂戴するけど、うん、そんな大金持ちばっかりじゃないでしょ。みんなと一緒にここまでやってきたんだよ。末永くよろしくです。このベッド、いいベッドだな。そうそうそう、無理して投げたりすると離れちゃうじゃん。あと、なんかこう、期待に添えられない時もあるから、あ、この人こんな人だったんだって時あるじゃん。うん。まあ、俺は基本的クズ野郎だから、うん。あんまり期待、無理な期待をされても困っちゃうからね。ありのままの自分しか表現できないから。バカありがとう。うん、リスナー大事にしてくれるから、つうか。俺にはリスナーしかいねえかんな、最終的に。32年間生きてきて誇れるものがこれしかないんだよ。うん。いや、潜らなくていいよ。コメント、さっきも言ったけど、コメントも応援だからさ。コメントも応援、フォローも応援。なんだろう。見ることも応援。まあ、まずは見ることだよね。次にコメント書くことだよね。で、フォローすること。この三つの段階で応援があって。で、もうアイテム投げるっていうのはもうスポンサーだよね。みーすけありがとう。みーすけありがとう。花火ありがとう。うん。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてね。いらっしゃい、ワドです。バカありがとう。花火ありがとう、ワド2。ありがとうございます。おはようございます。ワドツでーす。おはよう。おっぱよう。ウィースウィース。どうもどうも、ワドツでーす。いやー、テル、でも25歳のテルができて7年も長く生きてる俺ができねえはずねえから、俺も頑張んねえとな。やっぱね、年下の人間でもね、すごいやつっているんだよ。すごいやつって。やっぱりね、テルができるってことは俺にもできるはずだから、テルはいいやつだし、すごいやつだけど、やっぱ劣等感感じたらダメだよね。そう、テルができるんだから俺にもできるって思わないと。ヨヘくん若いね。無料じゃね、世の中回んないんだよ。無料じゃ世の中回んないよ。ねえ、頑張ればできるよね。テルにできたんだから。頑張ろう。ハートありがとう。同じ人間でね、できないことなんかないっしょ。でも不思議だよな、テルと俺って結構絡んでるのにさ、リスナーさんのさ、層が全然違うのも面白くない？テルのリスナーさんって俺のこと見ないしさ、俺のリスナーさんテル見ないじゃん。面白いよね。ここまで一緒に旅行したりさ、捨て頃戦ったりさ、ここまで絡んでるのに、なんでこんなに被らないんだっていう。それもそれで面白いよな。客層というか、リスナー層が全然違うっていう。全く被んないもんね。まあ配信内容全然違うもんね。そりゃそうだよな。うん。カレーね、美味しいよ。玉ねぎあそこまで煮込むと。
ああ、面白いこと言うね。話を聞きに来るか、顔を見に来るか。おお。でも俺、広末涼子に似てない？俺の中に広末涼子感あるじゃん。俺の顔見に来てないの？俺のリスナーさんは。広末涼子激似なんだけど。見に来ないの？俺の顔は。おかしくない？いや、広末涼子感あるでしょ？透明感が。なんとなく。ほら。今感じたでしょ？前からそう思ってた。何今日のリスナー。なんで突っ込んでくんないの？なんか最近俺のこと泳がすよね。やりづれ。マジで。どうした？調子悪いのか？初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてね。ベタ？また来る？はいはい。いってらっしゃい。ベタか。そっか。そうだね。ベタだね。てか今日の企画何歌えばいいよ。なんか今日カラオケ大会なんだけど、テル主催の。なんかトーナメント制なんだって。トーナメント制でカラオケ歌うま選手権で10人ぐらい来るらしいよ。テルは誰かしらと一緒にいるよね、いつもね。いや、パルパルとかしゅまじろう結構実力あるでしょ。しゅまじろうも結構稼いでるからね。しゅま閲覧ないかもしんないけど。結構実力あるし、パルパルは閲覧えぐいかんね。稼いでるし。結構なんか同年代でいい仲間とつるんでると思うよ。まあ、パルもシュマもなんか世代が違うから、なんか多分ね、付き合いづらいと思うけど。パルはすごいよね。パル実力あるよね。あいつ配信者として腕めちゃめちゃあるよ。パルは結構、将来配信者、なんつうの、王道というか、なんかニコ生、まあ、キャス出身だけど、まあ、ニコ生でも受けたろうなって感じするけどね、パルは。なんやかんやエンターテイナーだよね。俺、パルは実力相当買ってるけど。あいつだって22とか、クソ若いんじゃなかったっけ？行動力？行動力って何？外配信ってこと？いや、俺、行動力めちゃめちゃある方だと思うんだけど。パルパルは嫌われる才能あるから、そんな奴に優しく接する姿を見ると素敵ってなる。外配信ね。いや、めちゃめちゃ忙しいんだよ、俺、結構。雑談メインだからな。と配信ね。まあ、ふとは軽いよな、テルは。
いやなんかね、花火師さんのハートを射抜くっていうのってさ、花火投げる人を金づるとして見てるの。なんかね、そんな感じしないんだよね、テレ見てて。普通にしてたら勝手にうまくいったと思うんだよね。普通に性格が良かったんだと思う。うん。はいはい、行ってらっしゃい、猫助さん。楽しんでってね。お散歩かな、朝の。はなんかそんな感じだよね。別に花火師さんに媚び売ってないよね。普通になんか人当たりがいいから、いいリスナーさんがついたって感じがする。いや、どうなんだろうね。ふわっちでっていうか、なんか稼ぐ人っていうのはどっかしら、そのなんつうの、お金を払う価値があるなと思わせてるわけだから、どんな商売でも稼げる人っていうのは実力があるんじゃないの？俺はそう考えるけど。テルとね、パルとシュマとね、マネージャーさん上で寝てる。俺はね、リビングのベッド借りてる。まあ実力だよね、普通に。ねえ、テル自然体だよね。テルはなんか作ってない感じがするね。全くもって作ってない。むしろ意外と口下手なぐらいだと思ってるよ。プライベート、だって俺さっきゲームやってたけど、一言も話さなかったもん。うわー、やられたーとか、楽しいとか。だからね、雰囲気なんだよ、テレの良さって。喋り全然喋らないもん。いや、今日一泊させてもらう。明日テレの、あれなんだよ。ってことは、アイテム投げない人は和道さんのことを認めてない、あるいは実力がないってこと。いや、そうでしょ。いや、そういうことでしょ。金投げるまでもないってことでしょ。金投げてくれる人はこの人を金投げてる価値があるってこと。そういうことだと思うよ。いや、世の中そうじゃないの。荒野も喋りは上手くないね。いや、喋りが上手かったらね、人に好かれるわけじゃないから。喋りが上手くて人に嫌われてる俺が言うんだから間違いないよ。トップ10に入るぐらい雑談力あるんじゃない？ふわっちの中で言ったら。トップ10には入るよな、さすがに。どう？男性雑談配信者でトップ10には入ると思わない？喋れることはあんま関係ないんだと思うけど。どうなんだろう。声は別に嫌いじゃないよ、全然。頑張ってるし、俺より稼いでんじゃん。すごいだろ。俺、二十いくつの時あんな稼げてなかったの。孫子って俺より稼いでると思ってたんだけど。孫子って稼いでないの？俺より稼い、俺ブロックされてるらしいから見たことないんだよね、孫子の枠。荒野嫌いなんだ。あ、大嫌いなんだ。ええー。知らない。なんでブロックされてんのか知るわけないじゃん。俺のことが好きってことでいいですか？それって。僕のことが好きってことでいいですか？広末涼子にそっくりな僕のことが。違います？おはようございます。孫子は平均30人ぐらいで相手も上がらなさすぎて最近は小突きになってる。なるって開き直ってる。あ、そんな感じなんだ。好きなの。ありがとう。ありがとう。普段潜ってるんだ。
ここ賃貸なんじゃないの？さすがに買い取ってねえだろ。そんなだって去年までホームレスみたいな生活してたんだから、さすがに無理だろ。買ってねえだろ。多分ここいくらぐらいすんだろう。川口でしょ？いくらすんだ？ 8000 万ぐらいすんじゃないの？わかんないけど。そんなしねえか。一軒家一軒家。8000万もしねえ？ 7000 万はするだろう。さすがに無理だろう。賃貸でしょ。ねえ、可愛らしいよね、毎日。8000万するだろうね、多分。土地も広いし、駐車場もついてるし。いや、もっとた、いや、さすがに1億はしないと思うけど、わかんねえな、不動産は。6000万とかだったら安いかなと思うけど。カレーオーさんいらっしゃい。おはよう。ねえ。和道ギャルズね、意外と美人な子多いんだよね。なんだろうね。あ、俺だからびっくりするもんね。ロム線の子の方が美人なんだよね。なんでなんだろう。コメント書くやつ、ブスば、あ、人。やめとこう。ちょっと水飲んでくるわ。リスナーが減るところだった。危ない危ない。セーフ。今のセーフだよ。アンコール普通に美人だと思うよ、俺。アンコールは普通に美人でしょ。ああね、正面から顔見たことないからあれだけど。美人なんじゃないの？ああ、フォローありがとう。サンキュー。ここひげが結構いい感じに出てきたよ。このシワのね、癖をつけるの大変なんだけど、結構頑張ってつけて。これいい感じになりそうだね、このジーパン。でも、和道リスナー、美人でも、癖が強いかんな。やっぱね、俺の放送がね、楽しいっていうのはね、やっぱね、闇を抱えてると思うんだよね、俺。
美人はいるっちゃいるんだけど、なんかね、たまにすごく意地悪くなったりとかね、なんか、心に深い闇を抱えてる感じが垣間見えるじゃん、コメント欄に。ねえ。心療内科の待ち受けって言われてるからね、うちの枠は。それはね、なんとなくわかるんだよね。おはよう、はるちゃん。花火はワンワンしないし、どこ？みやみさんかな？みやみさんいらっしゃい。あのね、てるくんが抱えていったよ。寝るわーっつって花火抱えて、キャンキャンっつって、一緒に寝てるみたいよ。多分、テルの家だと思う。テルの部屋か。花火かわいいなあ。あんなに小さいと思わなかった。実物の方が花火かわいいわ。人懐っこいし。あれはやばい、花火。花火の可愛さはやばいよ。あれはみんなメロメロになるわ。ねえ、可愛いね、花火ね。シャンピンと一緒。シャンピンの寝てる。あんな可愛いんだな、花火って。そうだね。のりこの名前、花火に変えようか。あ、なんかね、パルパルは出ないらしいね。なんか予定があるらしいよ。フォローありがとう。寝てない。これから寝ようと思ってるね。寝てない。寝なきゃ。髪の毛切りてえな。ていうかカラオケ今日何歌う？一曲歌ってトーナメント制で、なんか今日ね、テルの企画でカラオケナンバーワン生主選手権なの。で、10人エントリーするのよ。10人エントリーして、で、俺急遽出ることになったのね。で、一曲歌ってトーナメントで勝ち上がっていくから、一回戦敗退の可能性があるのよ。まあ優勝することはないじゃん。俺の歌で。フォローありがとう、カンさん。よろしくね。ありがとう。まあ、俺は正直1回戦突破が目標なんだけど、どうする？一発目で切り札出そうと思うんだけど、どうしようか。曲、選曲ちょっと和道リスナー考えてよ。1曲目。で、1回戦勝ち上がったらもう2曲目捨てでいいじゃん。どうせテルが勝つんだから。テルとか沼田さんとか勝つんだから。笑い取り行く？どうしよう。おはよう、鳥になりたいさん。おはよう。唐揚げの歌じゃない、カラオケだから。赤さんいらっしゃい。何にしようかね。剛。長渕？長渕は笑い取れねえぞ。あ、基本モグリンなんだ、カンさん。了解です。よろしくです。撮ってました。いや、知らんのよね。あれは家配信の時なんだよ。長渕剛で、長渕剛。
生主ディスり替え歌ラップ。いや、結構なんかマジな感じらしいよ。歌のうまさで勝負するって。いや、俺は紅ぶっこもうかなと思ってんだよね。一か八か。紅か愛を取り戻せでいこうと思ってんだけど。で、50人ぐらい来るらしいよ。リスナーさん飲み放題食い放題で5000円だって。来たい人いる？来たい人来れるらしいよ。飲み放題食い放題で5000円だって。で、生主が十何人集まるって。そう。レイニーブルー歌うの。俺、レイニーブルーめちゃめちゃうまいよ。聞かせに行く系だよ、レイニーブルーは。2回戦レイニーブルーでいいんじゃん。1回戦ぶっこんで、2回戦は捨てのレイニーブルーでいいんじゃない。レイニーブルーいい曲だよな。和藤さん、家以外の配信初めて見た。あ、本当に？まあ、ここも家なんだけどね。ここも家配信なんだけどね。人の家だよね。I love you。俺の I love you はやばいよ。濡れるよ。びっちょびちょだよ。いいの？俺の I love you は。いや、マジで。俺、I love you と、Oh my little girl はもう、すごいよ。俺の little girl は。笑い取れないよ。笑いなんかないよ。I love you に。いや、ガチで行くんならガチで行こうよ。別にいいんだよ、グレイでも。グレイでもいいよ。15の夜はちょっとね、いや、俺、I love you いいって言われるよ。俺が何人の女性リスナーを I love you でオフパコしてきたか知らないからだよ。俺の I love you 聞いてオフパコしなかった女の人いないって言われてるんだよ。巷では。いいの？とんでもないことになるよ。オフパコの嵐ですよ。パコリマクリスティ。最強だよ。何歌おうかな。ウルトラマン歌う？胸に秘めてる。マークは流星。美容師なんで、ああ、マジで？美容師なの？やってもらいたいんだけど、都内？いや、マジでマジで。美容師さんなの？ちょっと待って待って待って。マジかよ。やってよ。勤務先、LINE ちょうだい。勤務先ラインちょうだい。近かったらもう専属になってもらう。うまくて近かったら。
ウォーウォートナイト、いい曲か、あれ。花火ありがとうございます。和道専属美容師探してるから。専属美容師。エミネム歌う？もう、ドンズベリ覚悟で。一回戦から捨てようか。エミネム行くか。俺の国歌すごいよ。俺の国歌斉唱聞いたことないでしょ、カレオさん。俺の国歌斉唱マジでやばいよ。俺の国歌斉唱聞いたことあるリスナー結構いると思うけど。やばいよね、俺の国歌斉唱。泣けるよね。エミネム行く？大事マンブラザーズ、なんだっけ？負けないこと、投げ出さないことか。はい、ワード2、森くんいらっしゃい。多分ね、テレのふわっちで枠で、夜の7時からかな。夜の7時から。エヴァード2。ちょっと待って、曲が全然まとまらないじゃん。どうすんの？どうすんの？ちょっと、一致団結しようよ。ありがとう、はるちゃん。風船ありがとう。どうしようか。なんかね、公平を期すためにリスナーのアンケートで決めるんだって。歌うまい方のリスナーさんのアンケートでうまい順に勝ち上がるらしいよ。意図？俺ね、中島みゆきの糸がね、いい歌っていうのはね、俺はね、なんかよくわかんない。糸よりもいい歌いっぱいあるじゃん。ファイトでしょ。ファイト行く。ファイト行く。ファイト一番いい曲でしょ。もうファイト行こうかな。ファイト歌いてえわ、俺。I love you がいいの？スピッツ？スピッツ全然出るよ、俺。スピッツ全然いけるよ。テルうまいね。テルはマジで歌うまい。テルはバラード向きなんだよね。空と君との間にいい歌だね。マティアスさんいらっしゃい、どうもどうも。ウィス。テルは普通に歌うめえかんな、あいつ。てか、ボイトレしたらプロいけると思うよ、テルの歌は。普通にプロいけると思う。エミネムしかねえかな。Please stand up. Please stand up. テンテテテテン。テンテン。テンテルレンテ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 ン。
てん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 ワードネーム、まあドン引きだろうね、ドン引きだろうね、うん、パルパールさんいらっしゃい。昔の長渕の声、クリーントーンだった頃の長渕の方が声良かったよね。透明感がある時の長渕の方が俺は好きだったね。そう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 。まあ簡単に言うと薬物をやる前の声なんだけど、薬物やったからおかしくなったんだよね。長渕は声綺麗だよ。長渕はシャブやったからおかしくなった。もうやめてるけど、花火ありがとう、花火ありがとう、ありがとうございます。花火ありがとう、おはよう、花火ありがとう。うん、寝れねえな。もう来い。あ、どんな時も歌わない。あ、どんな時もよくない。牧原、マッキーで行かない。マッキーいいんじゃないの。多分今日のメンツ牧原歌わないでしょ。あれいいんじゃない、マッキーのどんな時もいいんじゃないの。今日のカラオケ大会どうどう。あ、ひらめいた。どんな時も嫌いな人いないでしょ。いいよねマッキーね。ねえ、どんな時もでしょうか。名曲だし、それでいくか。うん、ちょっと牧原っぽいもんね俺ね。ねえ、優勝したら、いや
何も伝えられてないから、多分優勝候補じゃないんだと思う。 うん、人が足りないから呼ばれた感がすごい伝わってきたから、多分カマセイヌなんだと思う。優勝したら何があるとか聞いてない。だから多分こいつは予選敗退するだろう、人が足りないな、呼んでみるかっていう感じなんだよ。タムタムさんいらっしゃい、やっほー。うん、もう予選敗退確定枠だから俺は。だから1回戦突破したいのよ。腹立つじゃん、やっぱそこはさ、勝ちたいよね。練習しようか。僕の、違うな、僕、うん、僕の、いいね、うん、僕、うん、僕のせい、あ、いいね、いいね。あ、これ勝てるんじゃないのね。昨日来た、お誘い。これ勝てるな。誰かに、あ、勝てるわ。聞かなきゃ、あ、勝てるわ。勝ったわ。喉の調子がいいね。勝ったでしょ、優勝だわ。 YouTube 見てた？ T ボランのラブ知らないな。 T ボランのラブ、そんないい歌あんの？やっぱりお酒んでいこうかな。俺だってあれだもん、女性ボーカル普段歌ってるもん。ミーシャとか出るよ俺。ミーシャのエブリシング出るからね。すげえ高い声出るよ。うん、ミーシャのエブリシングを歌える男見たことある？俺こんな顔してミーシャ歌えるんだよ。すれ違う時の中で、あなたと巡り会えた。女性キーの方が出やすいよね。な、男性ボーカルだったら多分出ると思うよ、キーは。X とかも全然歌えるし。だからその紅で、紅か愛を取り戻せでいこうと思うんだけど、女性ボーカルの方が出やすいっすね。逆に低音が効いてるのはやだ。あの、歌いづらい。徳永とか歌いやすいね。魂のルフランは高すぎるかな。譲れない願いにする？譲れない願い歌おうか。何この曲？
おっさんとかおばさん大歓喜。女性だよ。コメント止まったね。波動放送あるある。200人見てて10分コメント止まるとかザラだかんね。ロム線率の異常な高さね、これ。そうなんだよね。アンケートで決めるってことは、心をつかまないといけないんですよ。機械じゃないですから。逆に言ったら、ハートフルに歌わないといけない。ハートフルに。わかりる？ハートの和道。のんちゃんと離れて寂しくないの？かよこさんね、にわか。かよこさんね、今のコメントでね、全和道リスナーが思ったことを代弁するね。あ、にわかがいる。好き嫌いで決まるからね。逆にだから嫌がらせでね、あの和道に恥をかかせるために決勝戦までっていうパティーンとかもあるから、ね、和道 VS テルとかになったらめっちゃ恥ずかしいよ決勝戦。ありがとうさゆきさん、うーん、花火ありがとう。寝落ちすんのさゆきさん、おはよう、おやすみ。コッコにするか、コッコ。コッコにしようか、コッコ。どう？コッコ。もう、50人のリスナー目の前にドン引きさせようよ。コッコ。カラオケ大会でコッコを歌うやついないでしょ。ぶっ壊しに行く？テルの企画。いいコッコ歌って。あいつぶっこんできたなって。
桜か。俺あの桜系の歌で一番好きなヒステリックブルーなんだよね。ヒステリックブルー、わかる？この気持ち。俺あれくらいのちょっとブサイクな女の子すげえ好きなの。ヒステリックブルーのブサ可愛い加減がわかる？これモテようとしたら負けか。ヒステリックブルーの女の子可愛くない？あのブサ可愛いっていうか、わかる？これわかるかな。ブスの中でもね、可愛い女の子っていて、ヒステリックブルーの女の子のブサ可愛い加減が半端じゃなくドストライクなんだけど、これわかる人いる？わからねえかな。モテない曲ってなんだろう。男臭い曲。モテようとしたら負け。そうだね、モテようとするんじゃなくてモテないとダメだからね。てかクセッケが出てきたな。髪の毛伸びてきて心をつかむ曲。難しいよ、人の心をつかむのが一番難しいからね。コンピューターおばあちゃんにしようか。コンピューターおばあちゃん。イエーイイエーイ、僕は大好きさ。コンピューターおばあちゃんすげえ俺大好きなんだけど、ダメ？コンピューターおばあちゃん知ってる？みんな。コンピューターおばあちゃん知ってる？俺あれは、あの曲めちゃめちゃ好きなんだ、好きだったんだよね。賭けに出ようかな。コンピューターおばあちゃん熱唱してこようかな。知らないの？いや、コンピューターおばあちゃんみんな知ってるはずなんだけど。超いい曲だよね、コンピューターおばあちゃん。いや、コンピューターおばあちゃん知らないってことは絶対20代だよ。30代以上コンピューターおばあちゃん絶対知ってるから。すげえかっこいいよ、コンピューターおばあちゃん。YouTube で聞いてごらん。絶対ハマるから。あの曲嫌いな人を聞いたことない。コンピューターおばあちゃん。コンピューターおばあちゃん、イエイイエイ、僕は大好きさ。今じゃね、コンピューターするおばあちゃん当たり前になっちゃったからね。小学校の給食の BGM 流れてましたよね。名曲ですよ、コンピューターおばあちゃん。あと何流行ったかな？小学校の頃何が流行ったかな？お母さんと一緒でやってた。俺、コンピューターおばあちゃん聞いた時の衝撃。テクノとポップスの融合みたいなさ、なんか。あれ、ヨーロッパでも通用するでしょ、あれ。多分衝撃だったよね、コンピューターおばあちゃん。何があったっけ、が子供の頃聴いた曲。卒業式みたいな感じの曲歌う？あの合唱コンクールみたいなやつ。時の流れ、一
人ぶっ込んでみようか。合唱コンクールやる？一人合唱コンクール。絶え間なくそれ面白くない？一人合唱コンクール、うん、みんな合唱コンクールって何歌った？サボテン？何歌った合唱コンクール？あの素晴らしい愛をもう一度とか歌ってたな。あの曲いいよね。命かけてと。ロマン飛行めっちゃいい曲じゃん。マジかよ。え？合唱コンクールでロマン飛行歌ったの？翼をください、いいね。飛んで行きたいよ。テナーパートね。うん。翼はためかせ行きたい。これあの合唱コンクールで歌ったらわかるはずだから、テナーパート。旅立ちの日に歌ったな俺。なんか旅立ちはーってやつ。今目の前に一つの朝。なんだっけな、歌詞忘れたな。世界が世界が。な、なんだっけそれ。旅立ちの日じゃなかったな。旅立ちの朝だっけな。そんな歌なかった。さあさあ。あの歌怖いよね。人の家で朝から何やってんだろう俺。コンクール青空ってのえ、ブルーハーツの青空。結構みんなあれなんだね、歌謡曲歌ってるんだね、意外だわ。へえ、歌謡曲歌うんだ。へえ、クリスマスソングあえて歌うとかもいいんじゃないの。大地三唱ってどんな曲だっけ、歌い出し。あれ大地三唱ってなんだっけ、え、歌詞が出てこないな。あ、わかんねえな。大地を愛せよ、わかんねえな。母なる大地の懐に、合ってる。野生の馬わかんない、合ってない。
適当にメロディーつけてみたんだけど合ってる。メロディーメーカーだから全然違う。全然違った。なんかカラオケ枠自枠でやる分には全然ホームだけど、だけどさ、人の枠でカラオケ枠ってなんかちょっと緊張するよね。こうソファー兼ベッドみたいな感じだから、お客さんが来たらベッドにもなるみたいな。でもみんなはソファーとして使ってるね。熊の子見ていたかくれんぼ、お尻を出した子いた、どうしよう。俺あの男の子にすごい似てるって子供の頃言われた。あの男の子にすごいそっくりだった。昔可愛かったんだよ俺。夕焼け小焼けでまた明日、今日は夜7時からだって。マッキー悩むね。選曲全然決まらないね。やるからには1回戦突破だよ。そう、でんぐり返しはあの子にそっくりって言われてた。あとね、ターボーってサンリオのキャラクターにターボーっているでしょ、あれにそっくりとか言われてたね。あとスヌーピーの男の子に似てるとか、可愛らしかったの子供の頃。そう、ターボーに似てるって言われた。可愛かったの。俺にも可愛い頃があったんだよ、不思議と。なぜか。キューピーは言われなかったな。坊ちゃんとかだと違うな。違う、もっと可愛らしい感じ。いやー、じゃあクレヨンしんちゃんみたいな下品なアニメには出ない。もっと米米の手紙しんない。米米はロマン飛行しかしんないね。あとあれ知ってる、出だしだけしか知らないんだけど、例えば、うん、違う、例えば知ってる。これしか知らないんだけど。すごいいい出だしだよね。例えば。ここしか知らない。なんて曲かも知らないけど。あの出だしのいい感じ、さ加減と言ったら。うん。なんて曲なんだろう、あれ。例えばかな。曲名。君がいるだけでなんだ、うん、全然違ったね。あんなにイケボで例えばって言われたらね、続き気になるよね。はいはい。うん。舞ちゃんありがとね、ハート。夜来てね。テレの枠ね。心が強くなれること。ああ。
まあでも、テルに比べたらな。やっぱね、圧倒的に稼いでるからね、テル君は。ああ、そっか。思い出した。例えば、君がいるだけで心が強くなれることだ。何より大切なことを気づかせてくれたね。もうこっから先誰もわかんないよ。こっから先は誰もわかんないでしょ。サビは行ったね。サビまで行ったね。上出来だよ。わかんない。もうメロディーが出てこない。いや、ありがちな罠につい引き込まれのメロディー全然出てこないわ。強がりの汽車を走らせた。すごい歌詞だね。強がりの汽車を走らせた。いや、俺別に普段こんな感じだよ。普段こんな感じだよ。むしろ外れ枠ぐらいのノリだよ。いつもダラダラしてる。こんな感じだよね、俺。おはよう。ワンちゃんめちゃめちゃ可愛い。花火でしょ。こんな大きさだよ、本当に。本当にこんくらいの。ワドツー、ひろしさんいらっしゃい。本当に花火こんくらい。顔がちょっとでかいくらいで。こんなもんだよ。で、肩に登ろうとしてくんの。超かわいい。花火やばいね。持って帰ろうかな。いや、花火ね、今、テルと寝てる。テルが寝るときに連れ去ってった。花火いない。俺も花火と一緒にいたかったのに。俺電気どうやって消すの？誰かこの家の電気の仕組み知らない？もう電気消したいんだけど。てか市松人形がずっとこっち見てんだけど。誰だよ、これ持ってきたのよ。なんかずっと俺の方見てんだけど、あいつ。なんなの？ なんなん、あいつ。ちょっと髪の毛伸びてない？なんでこっち見てんの、あいつ。いや、怖いでしょ。ずっと見てんだけど。いつもここにいんの？名前なんて言うの、あいつ。あいつ、あいつ。名前ないの？のりこって名前にしようか。ちょっと似てるかな。綺麗だな。あ、なんかいい匂いするこいつ。あ、すげえいい匂いすんな。なんで？え、なんでこんないい匂いすんの？え、これ人の髪でしょ、これ。すげえいい匂いする。なんで？
ちょっと待って、あの子めちゃめちゃいい匂いするんだけど。なんで？めちゃめちゃいい匂いするんだけど。なんでなんだろう。よしこなの。え、よしこめちゃめちゃいい匂いするよ。え、なになになにこの子。え、すごいいい匂いする。え、なんでだろう。すげえ、すげえいい匂いする。あれ、よしこいい子だよ、多分。すっげえいい匂いする。超いい匂いするわ。抱けるね。いや、俺匂いで分かるの、セックスする女。よしこ抱けるわ、これマジで。あの、俺のこと多分好きな女の匂いとかフェロモン出してる。俺ね、あの、セックスする女が昔から分かるんだよ。いや、マジでマジで。出会った瞬間に、あ、なんか小学生の頃から分かってて、で、セックスっていう概念を知らなかったの、子供の頃。で、その頃は、結婚する人が分かるって言ってたの。で、俺、この的中率外したことないの。で、よしこさんは、俺のこと誘ってる。よしこは、あの、俺と多分、体の相性がいいと思う。あの匂いを出す女の人は俺抱けるから。いや、マジでマジで。俺ね、セックスする女外したことないんだよね。よしこと相性多分いいね。すげえいい匂いする。いや、ダッチワイフっつうか普通にいい匂いするんだよね。うん、俺匂いでわかんの、女の人。セックスする女の人を匂いでわかるの。そう、フェロモン、うん、え、でも女の人でもわからない。匂いでセックスする人わからない。おー、メリンコハートありがとう。おはよう、ワドツアイテムありがとう。え、みんなもわからない？初対面とかでさ、匂いでさ、相性いいとかわからない？これ、なんか結構ね、子供の頃からの特殊能力なんだよね。わかんないか。あとさ、ちょっと変な話になるけどさ、乳輪の大きさって500円玉がベストだと思わない？女の人これどう思う？乳輪の大きさは500円玉がベストだと思いません？俺500円玉の大きさって俺乳輪の大きさだと思ってるんだけど、これどうなの？ちょっとでかいかな。え、じゃあメリンコは乳輪の大きさ500円未満ってこと？え、みんなはどうなの？女性陣。500円以上なのか500円未満なのか。一回り小さいの？やっぱりみんな。未満なんだ。え、みんな未満なの？
いや、標準サイズじゃなくて、じゃあ今決めよ。500円以上なのか、500円以下なのか、その辺大事だから。ね、500円ぐらいが一番いいよね。ちょっとでかいのかな？ 500 円未満なんだ。え？ 500 円未満なの？みんな。マジか。未満なの？ 500 円未満なの？みんな。合わないわ、じゃあ。価値観が違うわ。未満なんだ。ちょっと待って、以上いないの？妊娠してから500円ぐらい乗った。ああ、じゃあ、ベストだね。まあさんは、俺のベスト乳輪だね。未満が多いね。500円、ちょっと500円玉乳首に当ててみんな。ちょっと測って。いや、マジでマジで。これ大事なことでしょ。いや、アンケートっつうか、別にアンケートなんか取る必要ないでしょ。500円玉、そんなにでかくないでしょ。あ、そうなんだ。書きづらいとか何言ってんの？和道リスナーに書きづらいとかいらないから。間違えた？いいよ。間違えることは恥ずかしいことじゃないから。500円玉、っていうことは、はるちゃんはでかいんでしょ？500円玉の1.8倍？ 800円玉？ 計算合ってんのかな？ 5×40 だ。900円玉？ん？ 5×40。900円玉ワド2。いや、500、どうだろう。バクリンって呼ぶわ。バクリンの姉ちゃんだね。バクリン。900円玉でしょ。おはようございます。なるほどね。奥が深いな。ね、みんな知ってた？俺ね、大人になったからね、知ったんだけどね、乳首の色をピンク色にする薬ってあるの知ってた？ね、みんな知ってる？これ女の人って知ってんのかな？乳首の色をピンク色にする、なんか、薬品があるって聞いたんだけど、それ本当？いやいや、本当に本当に。あるよね。いや、ピンクになるんだって。知らないんだ。そう。乳首の色をピンク、サロンでもできるんだ。ならないの？ 気配薬みたいなことなんだ。そうなんだ。黒ずみをなくせばいいのですか？温泉もある。いや、乳首の話ですよ。ついらっしゃい。2はさ、500円玉より乳輪でかい、小さい。2は。今テストしてるんだ。2は、俺は500円未満派だと思ってる。勝手に。あ、やっぱり。
500円未満か。要するにブリーチなんだ。ヒリヒリすんのかな。うん。コテハンの後にさ、名前の後ろにもう500円以下か500円以上か書いといてくんね。うん。500円より上か、500円より下か、矢印、500矢印上とか、500矢印下って書いといてくんね。もうわからないから。聞くのめんどくさいから。小手半の後ろに、カッコ500より下なのか上なのか書いといて。そう。そしたらもう聞く必要ないから。昨日の話だけど、年取るとピンク色に戻る。え、何その神秘。何それ。何それ。年を取るとピンクに戻るって何？生まれた時はピンクなの？ちょっと待って、いろいろ話そう、今日は。ちょっといろいろ語り合おう。女性陣と。何？生まれつきピンクなの？戻るっていうことは。いつから黒くなるの？うん、わかった。赤ちゃんの時はピンクなんだ。いつ黒くなるの？それが知りたい。いつ黒くなるんだよ。知りたくない？何がきっかけに黒くなるの？500円より上ダーク。アメリカンチェリーって呼ぶわ。うん。生理始まる頃に黒くなるんだ。妊娠してから。生理始まる時に黒くなるんだ。いや、これ大事なことでしょ。じゃあ、俺のチンチンの皮剥いた時の話しようか。聞く？俺のチンチン初めて剥いた時の話聞く？聞きたい？俺にお返し。ほんのささやかな。いらない？生理上がったらピンクに戻る。おばあちゃん、え、おばあちゃんピンクなの？へえ、面白。人間って不思議だな。臭いカスがついてたとかじゃないよね。あのね、女の人わかんないけどね。なんて言えばいいんだろうな。なんて言えばいいんだろうな、あれは。あれはね、ほんとね、地獄の苦しみ。うん、地獄。生き地獄、うん。簡単に言うと、あの、生。この皮あるじゃん。これを剥いだ状態。みたいな。傷。痛いでしょ？これをベリベリベリって吐いて、ここ剥き出すみたいな。いや、本当だよ、これ。いや、本当だよ、これ。男の人ちょっと、男性陣バックアップして。俺のことバックアップして、今度男性陣。本当だよね。これベリベリベリって吐いたここだよね。これ本当だよね。俺だけ？いや、だから、これ本当だから。だから、男の中で、あれ、彼手術だよ。オペだよ、本当に。うん、本当に。いや、バックアップしてよ。なんで？めちゃめちゃ痛いよ。うん。ロルバって何？いや、火星方形ってことは向けるってことだから。じゃあね、俺ね、チンコの皮いじりすぎて火星になったパターンなんだよね。火星じゃなかったの？ごめんね。いや、本当に謝りたい、俺は。
俺火星じゃなかったの本当は。いじりすぎちゃったのちょっと。伸びたの。なんでいじるのっていじりたいからだよ。ずっといじってるよ俺。暇な時。ありとあらゆる方法で。いや、お父さんパターンがあるんだけど、ほら、俺母子家庭だったから、いろんなパターンがあるよね。まあ、普通はお父さんとお風呂場で、オペが行われるらしいよ。おっぱいがでかくなるって何なの？あれは何？痛いの？痛いの？おっぱいは。ちょっと、いい話になってきたね。いい話だね。朝から。痛いんだ。え、何それ痛いって。どういう痛さ？え、何おっぱいが痛いって。何それ怖？おっぱいが痛いって何？地味な痛さ。コリコリが痛い。へえ。え、じゃあ、おっぱい痛くなってくると、大人になるんだ。へえ。面白えな。でも、こういう話って俺大事だと思うんだよね。だって、俺が今話さなかったら、俺いろんなことを知れなかったもん。なんか分かり合えた気がするよね、俺ら。ドッジボールでボール当たった時は死んだ。あー、痛いんだ。成長過程で痛くなる体と同じこと。どうなんだろうね。あ、あれでしょ？なんかきしむやつでしょ？骨が。俺あれなかったんだよね。なんか言うよね。骨がきしんで痛いっていう。でかくなりすぎて。でかい人よくなるよね。俺、ならなかったな。なんて言うんだっけあれ。オズグッドだっけ。なんか変な名前のやつあるよね。オズグッドとかいう病気。病気なのかなあれ。いや、分かり合えたでしょ。大事でしょ。うん、成長痛。うん。マラソンで揺れるときは痛いんだ。え、っていうかマラソンなんかやらせたらダメじゃん、女の子に。デブっておっぱいが大きくなるパターンは痛くない。デブって、あー、太ってる人はそうじゃないんだ。いい話だな。これほんといい、いい枠だな、ここは。なんかね、花火が上がらない理由がだんだん分かってきた。テルのところで花火上がって、俺のところで花火上がらない理由がだんだん分かってきたな。うん、あ、今、いやよでいい方、奥様からの情報。赤ちゃんに乳首の位置を知らせるために色が濃くなる。ファーだね。これ池上彰の放送みたいじゃない？なんか。池上彰の世界一わかるおっぱいの授業。池上彰みたいじゃない？俺。ねえ、それはなるほどだね。ああ、やっぱ人間ってすごい。そうだよね。おばあちゃんはおっぱいあげなくていいからピンクに戻るんだ。徳永が言ってたよ。思春期に少年から大人に変わるって。じゃあ、チンコも女性に、あ、これじゃあ、今度男の不思議ね。男のチンコは自分で絶対フェラチオできないギリギリの長さでできてんの。これ、すごい。セルフフェラチオをしてしまうと、全人類が耐えてしまうから、チンコの長さは自分の口に届かないギリギリの長さなんですよ。
すごくない？これ女の人は逆にわからないでしょ。これ男の人はね、相当ヨガの訓練とか、相当柔軟性を上げないと、この技は使えないんですよ。いや、これ笑い事じゃないんだよ。だって自分でフェラしたら自分でもう 気持ちよくなって、女の人いらなくなっちゃうから。いや、これは女の人、へえでしょ。言われてみたら確かにな。ギリギリ届かない。何回試したっけってか、何回トライしても無理だった、俺は。なんとか、ギリギリなの、本当に。本当にギリギリダメなんだよ。いや、何回も、今でも何度か。い まだに何とか試してるよ。不思議だよなぁ。いや、絶対届かない。やってみようか。絶対届かない。ダメだ。やっぱギリギリダメなんだよ。ギリギリ。本当にギリだから。神様のいたずらって呼ぼうぜ、こういうの。神のいたずら。いや、試すでしょ。出かけりゃ届くの？マジかよ。いや、俺やるね。俺は行くよ。悪魔の領域に踏み込むよ、俺は。俺は行くね。はっきり言って。外人届くのかな。永久期間で、永久期間。そう、柔軟性と虚根性がないといけない。長さが必要。女の人のさ、なんか頭から出る匂い、何なの、あれ。あのさ、これ、あれさ、あの女の人のさ、頭から出るいい匂い、何なの、あれ。あれ何？あれ、自覚はあんのかな？女の人って頭からいい匂いするでしょ？え、これ男わかるよね？これだから女の人自覚ないんだよ。女の人ってね、なんかこの辺からね、すげえいい匂いするんだよ。シャンプーじゃない。これ男の人に聞いてごらん。この辺から超いい匂いするよね、この辺。この辺から。なんか耳の裏からうなじら辺にかけて。油じゃない。油じゃない。え、女の人、男の人するよね？これ女の人から。しない？あれ何なんだろう。頭から出る匂いがその人の匂いを作ってる。へえ。いや、香水じゃないんだよな。いやー、なんかだから男と女って構造が全然違う。え、するよね、女の人って。しない？俺だけ？知らないか。女の人は自覚ないんだ。なんかね、耳の後ろからこの辺にかけてからね、なんかね、クラーっとする匂いすんの。あ、ここが一番匂い出るんだ。カレーも大絶賛。もうすごい。もう半分ないよ。みんなバクバク食った。もう我慢できないっつって。おかわりに次ぐおかわりですよ。いや、正直すごかったよ。いや、マジでマジで。しまじろうがうまいうまいって食ったの。嬉しかったよ。作ったかいあったよ。耳なのかな？俺頭だと思うんだよな。わかる？
テルチャンピン食べなかった。お腹いっぱいだったっぽい。いや、カレーめちゃめちゃ絶賛だったよ。YouTube にアップされてた。匠さんのおかげ、スタッフさんのおかげだよ。頭だよね、多分ね。じゃあ逆に、男の人の、なんかこう、かっこいい仕草とか、これたまらんっていうのあんの？女の人の。女の人から。なんかある？なんだろうな。あ、俺ね、いつも思うんだけど、お尻と腰のとこ、お尻って、俺ハートマークってお尻だと思ってんの。ハートって愛とかラブの形じゃん、これ。これお尻なんで、ひっくり返してる腰の形なんだよね。わかる？ハートってケツを逆さまにしたんだと思うの。これわかる？俺ハートの記号はね、絶対女の人のお尻だと思ってんの。そう、ハートマーク。これ、ケツなんだよ。そう。これ、ひっくり返すとお尻でしょ？座り方、足を開いて、ヤンキーみたいな。ヤンキー座りみたいな。オラオラ系が好きなの。あ、俺、指長いからね。指綺麗ってめちゃめちゃ言われる。そう、ピアノとかやったり、すげえ開くし、すごい開くし、指めちゃめちゃ長いの、俺。言われてみたらね、手たれできるよ、手たれ。めちゃめちゃ手、綺麗でしょ。そう。綺麗でしょ。運転、免許ないです。その話却下で。免許持ってません。足が筋肉質な人か。あ、じゃあバラバラなのかな。バラバラっぽいな。はい、ワード2、カズカさんいらっしゃい。足が筋肉質か。なるほど。あ、高いところ。背の低い人はそうだって言うよね。あれね。あれだ。例のやつだ。例のやつ。仕事終わりの一口目のビール飲んだ時の顔 そんなのあれじゃん。もうじゃあ何、新橋とか行ったらずーっとドキドキしちゃうじゃん 新橋の居酒屋アフターファイブ張ればもう天国じゃん。分かった。俺も女性リスナー、やっぱテルを意識して女性リスナー増やそう。ね、配信やろ。色気を出していこう、色気を。バーチャル彼氏やります。添い寝配信やります。やっぱりこうセクシーな感じ、可愛さ出していこう、可愛さ。
キューティーなところ出していかないと。眠い。社会生きてるよ。社会生きてるよ。元気だよ。あくび映るよね。ごめんね。モテる男は朝起きた時の対応。あ、不機嫌だわ俺。すっげえ不機嫌。今日解放2回くらい怒鳴ったもんな、寝起き悪いんだよな。でもあれだよね、俺って意外とモテるよね。なんでなんだろう、なんで俺モテるんだろう。みんなは俺のことどこが好きなのか書いて。みんななんで俺に恋してるのか書いて。俺のいいところ書いて、俺のいいところ。どこにキュンキュンしてるの？俺の。俺のどこにキュンキュンしてるの？あ、声ありがとう。声キュンキュンしてないの？正気かよ。キュンキュンしてないの？正気かよお前ら。マジか。ほんとテレヤだな。ほんとに素直じゃない。ほんと。意味がわからない。なんでそんな素直になれないの？いや、マジで。いつまで片思い続けんだよ。いいの？3回死ぬわ。俺でもね、ばあちゃんに言われた。黙ってたらいい男って言われた。すげえばあちゃんに言われた。黙ってたらいい男なのにって言われたことある。すげえ傷ついた。一番のチャームポイントなのに、おしゃべりなところが。今そのおしゃべりで僕ご飯食べてるのに、おばあちゃん。ばあちゃんはどう思ってるんだろう。
ばあちゃん、僕おしゃべりでご飯食べてるよ。いや、黙ってみようか。コンピューター使えない、おばあちゃん。テレビが限界。エアコンのリモコン操作できなかった。夏場と冬場に設定変えてあげないといけないおばあちゃんだった。テレビが限界だった。俺の家はね、コンピューター使える人が一人もいなくて、我が家の家訓ね、テレビは赤いボタンと、チャンネルのボタンと、数字が書いてあるボタンと、音量ボタン。これ以外触ると爆発するって教わってたから。わかる？電源ボタンね、赤いボタン、チャンネルボタン、ボリュームボタン。あとは数字が書いてあるボタン。これ以外触ると爆発するから触るなって言われてた。だからね、ビデオを見るときとね、ゲームをやるときは俺が呼ばれるの。ゲームやりたいんだけど、とかね。ビデオを見たいんだけどって言うと、俺が呼ばれるの、部屋から。暑いな。ってことはあれだな、のりこはよっぽど変わってるっていうことだな。のりこは世界で一番俺がかっこいいと本気で思ってるからな。マジか。ブラッド・ピットとかジョニー・デップより俺の方がかっこいいんだよ。カーテン閉まってるのや。暑い。寝配信って俺やったことないんだけど、寝配信ってさ、需要あるのかな？寝配信やってみようか。寝配信ってさ、面白いの？寝配信ってみんな見る？あと10分で放送終わるからさ、4時間俺が寝るところさらしてみる。寝るところ。ものは試しだから。寝配信意味ないかな？どう思う？俺もやってみたかったんだよね。俺できないかな？無理だよね。コメント拾いたいもんね。そう。ずっと結局起きちゃうんだよね。でも俺もやっぱ寝配信やりたい。気になって寝れないんだよね。よく分かってるね。無理かな。
俺もだって後輩リスナーっていうか後輩配信者に言いたいじゃん。俺って寝てるだけで花火上がるんだぜって。朝起きたら儲かってるんだぜって言いたくない？ 一回やってみようか。じゃあちょっと、あと8分で一回切って、物は試したから、わかんないよ。花火爆上がりするかもしんないよ。どうする？朝起きたら花火700発とかだったら やってみるか。人生初の寝配信。コメント拾わないよ。いいの。本気だよ。本気。やってみよう。人生初の寝配信。ちょっとやってみようか。人生一回だからね。やるか。ものは試したかな。いや、やってみようぜ。やってみよう。トライアンドエラーだから。失敗してもいいんだよ。一回ぐらい。わかんないじゃん。寝配信の才能があるかもしんないから。やるか。いや、寝配信の才能。ずーっとわらわら、わらわら、5分おきに。神回とか。拡散しなきゃ。わら、わらわら。寝てるだけなのに。神回、神回、神回、わら。ここの人はね、仲いいのかな、どうなんだろう。じゃあそれも含めてやってみようか。それも含めて。いろんなことにトライしたいから。やっぱ、生まれ変わるって決めたから、俺。トライしよう。寝配信。和道の伝説の寝配信。やってみよう。で、ちょうど起きたらあれだろ。カラオケ大会始まるから、やってみよう。わかんないよ。神回が起こる可能性に欠けるわ。いや、俺は寝配信やる。決めた。俺は寝配信やる。寝配信界のトップになる。だって俺寝てる時間長いじゃん。で、もしこの企画がもし可能性的にパチンってハマったら、寝てるだけで億万長者になれる可能性あるんだよ。わかる？寝てるだけで成り立つって。もうずっと寝てりゃいいんだよ。喋 る必要なんかないんだよ。部屋でずっと寝て、ずーっと配信回してるだけで勝てるんだよ。で、起きてるときは金使えばいいんだよ。永久期間でしょ。永久期間。いやいや、あと3分あるから。俺3分、もうこの後喋らないかんね。俺は寝るから。いいの？寂しくなんない？一緒に寝る？頼むよ。俺本気だよ。伝説作ろう。一緒に。伝説。決めたわ。いや、もうみんなで一緒に寝る枠。まあ、寝てて閲覧いくつになるのかもちょっと興味あるしな。事後報告頼むわ。いや、ワクワクすんな。寝配信やるとは思わなかったな。仕事帰り、一緒に寝ようじゃん。一緒に。枠開いたまま。みんなで一緒に寝よう。そしたら閲覧下がらないから。
みんなで枠開いたまま一緒に寝るっていう。ネット回線に負荷をかけるだけの枠。いい企画思いついたな。やってみるもんだな、いろいろと。そう、閲覧キープしたまま寝る。ウェドラディオ。ワドレディオ。そう。じゃあ、みんなで一緒に神回作ろうぜ。ここの毛がくるんが気になるんだよな。くせっ毛が、このくるんが気になるの、これ。これ。この辺とか。くせっ毛嫌なんだけど。足立満のタッチみたいなさ、これ子供頃から気になるんだよ。くるんくるんなの。達也みたいなの。達也みたいな。嫌だ、これ子供頃から気になる。くるんくるんになるの。くせっ毛だから。これ直したいわ。直んない。くるんって。いやいや、映像ありだよ。映像ありだよ。映像ありきでいくよ。じゃあ、みんなで攻めようね。OK、準備 OK、みんな。俺ら本気でいくよ。頼むよ。じゃあ、次枠いきまーす。じゃあ、次枠も来てください。お疲れ様でーす。次枠いきまーす。おやすみ。フォローありがとね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。